ケビン・ランデルマンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー。オハイオ州サンダスキー出身。第5代 UFC 世界ヘビー級王者。UFC 殿堂入り。レスリング出身であり、優れた身体能力をベースにした弾丸のようなタックルによるテイクダウン、そして強烈なパウンドを得意とする。 スタンドの打撃も強力で、ストライカーであるミルコクロコップやムリーロ忍者などを、スタンドのパンチで越している。プライドでは、驚異的な跳躍力を披露するパフォーマンスにあやかって、リアルドンキーコングと呼ばれた。オハイオ州、サンダスキーの11人兄弟の家庭に生まれる。サンダスキー高校時代は、アメリカンフットボールで4年間通して、レギュラーとして活躍。 レスリングでは1989年にオハイオ州王者になっている。オハイオ州立大学時代はレスリングの NCWA ディビジョン1で二度王者になりサンドオールアメリカンに選出された。首都はオグ・マーク・コールマンの勧めで1996年に総合格闘技デビュー。1999年3月5日 UFC 初戦となった UFC19 で モーリス・スミスに判定勝利。1999年5月7日、UFC20 の UFC 世界ヘビー級王座決定戦でバスルッテンと対戦し、1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。1999年11月19日、UFC23 の UFC 世界ヘビー級王座決定戦でピート・ウィリアムスと対戦し、3から0の 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2000年6月9日の UFC26 では、ペドロ・ヒーゾーを判定で下し王座の初防衛に成功。しかし、2000年11月17日の UFC28 で行われた、ランディクー・トゥアとの防衛戦ではパウンドで、TKO 負けを喫し王座陥落した。2001年5月4日、UFC31 で、 ライトヘビー級に階級を落としチャックリデルと対戦し、小負け。プライド3戦後3連勝したが、プライド25で、クイントン、ランページ・ジャクソンに敗北。さらにプライドグランプリ2003決勝戦のワンマッチで、桜場和志に腕ひしぎ十字固めで一本負け。2004年4月25日、プライドグランプリ2004開幕戦のヘビー級、グランプリ1回戦で、 ミルコクロコップと対戦し、左フックでダウンを奪いパウンドで小勝ち。戦前の下馬評を覆すバンクルわせの勝利となった。6月20日、プライドグランプリ2004に ND ラウンドの2回戦で、プライドヘビー級王者のエメリアエンコ・ヒョードルと対戦。ヒョードルをスープレックスで頭からマットに叩きつけたが、直後にチキンウィングアームロックで一本負け。二千四年十二月十一日、 プライド男祭り2004でミルコクロコップと再戦しフロントチョークで一本負けリベンジを許した2005年4月23日プライドグランプリ2005開幕戦のミドル級グランプリ1回戦で中村和弘と対戦し判定負け2005年12月肺の心筋性感染症のため差配の手術を受けしばらくの間病院で 闘病生活を送った。2006年10月21日、1年10ヶ月ぶりの復帰戦となったプライド32でマウリシオ将軍と対戦し、膝十字固めで一本負け。試合後の薬物検査で偽の尿サンプルを提出したとして、ネバダ州アスレチックコミッションから1年以上の選手ライセンス停止処分を受けた。2007年初頭。 ブドウ球菌感染症と腎臓のダメージのため、再び闘病生活を送った。2007年8月、アメリカ合衆国ネバダ州で、飲酒運転、速度違反、無免許運転などの容疑で逮捕された。2008年3月5日の育局第1陣において、育局への参戦が発表された。2008年5月18日、育局第2陣で、河村亮と対戦し、 判定勝ち。2009年4月25日、5年半付き合ってきた白人女性と結婚。2009年6月6日、ストリックホース初参戦となったストリックホース、ローラー VS、シールズでマイク・ホワイトヘッドと対戦し、判定負け。2009年11月7日、戦局第11陣で、スタニスラブ・ネドコフと対戦し、判定負け。この試合から所属が、 タップアウトトレーニング、ファシリティとなった。2010年5月15日、ストリックフォース、ヘビーアーティレリーで、ホジャー・グレーシーと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。2002年11月17日に、ファンタジーファイトレッスル -1 へ参戦して、以来、総合格闘技と並行して、プロレス活動も行っていた。目標とするプロレスラーは、ジミー・スヌーカで、 スヌーカー同様に驚異的な跳躍力を生かした技を得意としていた。2007年4月のハッスルシリーズに含め、レスラーランデルマンが登場、金村金太郎にの金ターマン、黒田鉄博にの黒田アーマンと組んで参戦。勝利を呼び込んだ上で、モンスター軍への雇用を求めるもあっさり拒否された。2016年2月12日に家族が、ランデルマンの死去を Facebook にて報告。 死因は肺炎による心不全で44歳の若さだった。ヒョードルやミルコ、ノゲーラを始めたとした多くのファイターが追悼の意を表した。2016年4月17日、大臣1で追悼セレモニーが行われた。ありがとうございます。